皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント家の西脇直子です。キャリアコンサルタント資格講座説明会始めてまいります。よろしくお願いします。はい、画面それではちょっとプレゼンターの方に切り替えていきましょうね。皆さんお手元にこのレックキャリアコンサルタント養成講座のパンフレットとこちらのスケジュール冊子はお持ちでしょうか。 こちらも後で少し触れていきますので、ご確認をお願いいたします。はい、それでは画面切り替えまして、こちら、キャリアコンサルタント資格講座説明会を、このパワーポイントの資料を使って進めてまいります。 キャリアコンサルタント資格講座説明会このような項目で進めていきますまずはじめにレック東京リーガルマインドについて簡単にご案内いたしますパート1としてキャリアコンサルタントとはどういう資格なのかどういう仕事なのかについてご案内しますパート2としてキャリアコンサルタントの国家試験の概要のご説明をします パート3としてレックキャリアコンサルタント養成講座のご案内を進めてまいりますパート4として合格後のサポートどのようにしているのかご説明していきますそして最後に皆さんが受講を検討いただいている8、9、10月生のスケジュールと受講料のご案内をしてまいりますまずはじめに レックキャリアコンサルタント養成講座を実施している東京リーガルマインドです私たちレックは学ぶスキルアップ働くそしてライフキャリアこれらを一貫してサポートする会社です資格のレックとしてご存知の方もいらっしゃるかと思います司法試験や公務員試験などの対策講座を行っているキャリアアップ事業その他にもその右側水色で囲まれている公共事業 ということでキャリアコンサルタントの分野で言いますと厚生労働省からの委託を受けた事業を複数行っていますキャリアコンサルタントの活躍の舞台として後ほどご案内もしてまいりますその他にも保育や福祉関連の事業そしてリカレント教育を支えるための NPO 障害学習という団体もありますライフキャリアの面では 婚活事業を行っていましてプロマリッジという名称で今事業を進めているところですはいそれではキャリアコンサルタントとはどういう資格で仕事なのかはいキャリアコンサルタントとはキャリア相談のプロフェッショナルのことを言います就職転職キャリアアップなどを支援し自分らしく生きることをサポートする人を支えるそういうお仕事です 2016年4月に民間資資資格格格から国家にににになりまましししたた対すする信頼度が一気に向上でしし実務についていらっしゃる方もプロとしての知識やスキルがあることを資格を通じて証明していただくことでプロフェッショナルですということを、えー、主張していくことができるようになりますそしてキャリア分野で活躍する方にはもう必須の資格となっています。で実務に就いている方 相談業務されている方はやはりご自身の仕事の幅を広げるために資格取得をお勧めしていますはい、続きましてキャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化についてご案内していきますキャリアコンサルタントという仕事は社会の変動に応じて働き方や求められるものも大きく異なってきます左上に大きなイベントを 書いてありますが1991年にバブル崩壊2008年にはリーマンショックがありましたそして2020年からのコロナショックそうした中でレック東京リーガルマインドは2001年にキャリアコンサルタント養成講座をスタートしています 2002年には厚生労働省が職業能力評価試験として指定をいたしましたこの頃はまだ民間の資格ではありましたけれども標準レベルキャリアコンサルタントという名称で一定の基準が設けられた資格制度ができたそれが2002年ですその後2008年には国家検定制度がスタートしました このとき厚生労働省はキャリアコンサルタントを2024年度末ですから2025年の3月末までに10万人にまで増やすという10万人要請計画を発表しましまたこの辺りの流れなんですけれどもバブル崩壊によってリストラが起こりました。 そしてリストラで再就職支援の人材としてキャリアコンサルタントが非常に必要とされていきましたそして2008年のリーマンショックの後は非正規就労者の方々が職を失うということが社会問題にもなりましたで非正規で働いている方々をどうやって正社員につなげていこうかであったり今 お仕事されている方の転職活動をどのように進めていくかこういう部分でもキャリアコンサルタントの活躍の幅が広がっていきましたそして2020年からのコロナショックでは激変する社会環境を受けましてキャリアコンサルタントはさらに仕事の幅を増やしている社会に求められる範囲が増えているといえます 具体的にはオンライン化デジタル化が進みまして人々の働き方が変わりましたそれから AI などの導入デジタル技術の導入によってこれまであった仕事が徐々になくなっていくまた代わりに新たな仕事が生まれてくるこのような現象が起きていますここを支えるのもキャリアコンサルタントですそれから人々の価値観もコロナで大きく変わりましたね コロナでご自身の働き方を見つめ直した方またこの先の生き方ワークライフバランスを考え直した方も多いのではないかと思いますまさにコロナをきっかけにと言えるでしょうか自らキャリアを作る時代が到来したと言えますですのでキャリアコンサルタントはこのような自らキャリアを作る時代にキャリアを作っていこうとする人を支えることそれから キャリアコンサルタント自身も自分のキャリアを作るためにこうしたキャリアコンサルタントの知識や学びというのがとても有効になってくると言えますはい、次のページに行きますキャリアコンサルタントの資格制度の体系をここで確認しておきます上に行くほど上位資格になっていますまず皆さんが目指していただきますのは下から2つ目の、ね ところに書かれてますがキャリアコンサルタントというグリーンのえグリーンで塗られているところですここに向けて勉強をしていただくことになりますそしてキャリアコンサルタントの国家試験合格後実務を積んだ方はさらに国家検定の2級国家検定の1級と上位資格にチャレンジしていくこともできます さらにさらに自分を磨いていくというそういう資格制度になっていますよではキャリアコンサルタント取得のメリットを整理しておきましょうまず一つ目はもちろん資格を取ってキャリアコンサルタントとして仕事をするということがあります雇用環境の変化や雇用の流動化職種や業種の転換などに対応して専門家として働く これは次のスライド以降でご案内します2つ目としては養成講座の学びを活かして活躍するということも言えます養成講座で学ぶ内容というのはキャリアというのはどういうふうに作られていくかどう作っていったらよいのかであったりカウンセリングのあの相談業務や人のお話を聞くときのスキルカウンセリングのスキルも学んでいきますですので傾聴やコミュニケーション力 面談スキルの向上を図ることができるんです営業職に就かれている方はもちろんですが会社の中でのコミュニケーションやご家族の間とかねご近所の方とか地域社会の中でとか様々発生するコミュニケーションの場面でとても有効ですそしてコミュニケーションが向上すると信頼関係が築かれていって良いことたくさんありますそういう面でも養成講座の学びは役に立ちます それから3番目です。今この説明会聞いていらっしゃる皆さんご自身のスキルアップに本当に役に立ちます。今社会は激変しています。社会環境この先もどんどん変わっていきます。これまでの当たり前がだんだん当たり前ではなくなっていく、そういう社会を迎えています。そうした中でご自身の人生を充実させるためにどうしたらよいんだろうか。 そのような考え方を身につけることができます。このご自身のスキルアップにということは。もう今本当にお勧めしているところです。はい。はい。ここまでご案内してきましたけれども。はい。大丈夫ですかね。はい。一旦キャリアコンサルタントの取得のメリットとして、キャリアコンサルタントとして仕事をする。 養成講座の学びを生かして活躍するそれからご自身のスキルアップにというところをお話しいたしましたでこの後はキャリアコンサルタントとして仕事をする場合の活躍の舞台についてご案内進めていきますね、はい、まず1つ目ハローワークなどの公的機関でお仕事をするということがあります。代表的なものでしょうかねこれが まずハロー,ワークハローワークといっても一般の,あのハローワークからマザーズお母さんたちですね若者とか新卒応援ハローワークとかさまざまな形態のハローワークがあります。職業紹介やマッチングや職業訓練の相談を受けるそれから訓練前キャリアコンサルティングというですね職業訓練などの受講前にジョブカードに基づいて実施する訓練前キャリアコンサルティングこのキャリアコンサルタントの役割もあります。 この中でですね、専門実践教育訓練給付を使ってこの講座を申し込もうかなと思ってらっしゃる方はハローワークでの手続きが必要になるんですがそのメニューの一つとして訓練前キャリアコンサルティングを受けることというのが含まれています。 ですので、これからハローワークに手続きに行って、専門実践教育訓練給付制度を使おうと思っていらっしゃる方は、この訓練前キャリアコンサルティング、これから経験されることになると思います。もうすでに受けたよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ここで皆さんのあのお話を聞くキャリアコンサルタントも国家資格持っていらっしゃる方々で、皆さんが資格を取ったときに、もしかすると、 そこのお仕事をすることになるかもしれません。はいということですね。そしてそれ以外にも今ハローワークのお話ししてましたが、ジョブカフェとかサポステというね、あのー、相談業務を行うところでのお仕事をするということもあります。はい活躍の舞台の2番目です。教育機関です。大学や短大のキャリアセンター、それから最近専門学校のキャリアセンターも非常に力を入れてます。 専門学校は就職率を上げていくことがとても大切ですので仕事理解をきちっとする企業開拓などもしていった上で学生と企業のマッチングをするとここに力を入れていますそして今注目されているのが小学学学校校校中高等ででのキャリア教育ですなかなかここの分野はまだ浸透していないんですけれどもこの先キャリアコンサルタントの力が必要になる舞台です 活躍の舞台3つ目として企業領域を挙げています人事部の方はもちろん人材育成とか人材開発それから例えば新入社員が入ってきてその方たちの定着支援をどうするかとかメンタルヘルスマネジメント的なところも人事部の方は配慮する必要がありますそして人事部以外でも先ほどは営業のお話を出しましたが総務経理管理企画マーケティングも全般ですマネジメントへの活用は非常に 役に立ちますよ特に管理職の方部下の方との面談最近ではワンオンワンミーティングをやっているところも多いかと思いますけれどもマネジメントにも有効ですそれから力をををかかして顧客ニーズを発掘するるとか営業成績を上げるあとは顧客や社外社内のコミュニケーションを円滑にしていくこういう部分でもキャリアコンサルタントは役に立ちます。 活躍の舞台四つ目として人材紹介人材派遣を挙げています人材会社のキャリアアドバイザーやコーディネーターの方々資格がなくてもまあできるね、あのお仕事で実際にまだ資格を持っていらっしゃらない方もたくさん従事されているんですけれども最近キャリアコンサルタント養成講座を受講される方の中に人材会社の方多いです資格は持っていないんだけれども日々相談業務を行っている 自分でちゃんと力をつけたい体系的な知識を学びたいそういう思いで受講される方も大変多くいらっしゃいますそして5番目として挙げているのが公共案件ですレッグでは主に厚生労働省などから案件を受託して実施をしていますで、その 厚生労働省の事業の中にはキャリアコンサルタントに活躍をしていただく必要がある就労支援事事業業とかセミナー事業がたくさんレックで実施するまた運営する案件のキャリアコンサルタント募集についてメールで配信をしています近いところではあの実は高校生などに対する就職支援のガイダンス事業のご案内を レックの修了生の方々とか NPO 障害学習の登録者の方々にご案内をしているそのような例もありますはい、活躍の舞台の6番目資格のさまざまな生かし方としていろいろな場面である意味道を開いていらっしゃる先輩方がいらっしゃいますキャリアコンサルタントの仕事は、えー、多岐多様に渡りますそして社会の変化に応じていろいろな場面で 私たちの相談業務が役に立ちますので今先輩たちがいろいろなところでキャリアコンサルタントの必要性を伝えながら実際にお仕事をしながら業務の拡大をしているそんなところですさらにさらにね皆さんが資格を取られる時には活躍をしていただける舞台が増えているように私たちもしていきたいなっていうふうに思っていますはい続きましてパート2としまして 国家資格キャリアコンサルタントの試験概要についてお話をしていきますはい、国家試験の概要ですがキャリアコンサルタントの国家試験というのはまず年3回ありますはい、そして試験は学科試験と実技試験に分かれています実技試験は論述式のものと面接式のものに分かれていますで、学科の合格実技の合格 それぞれの合格制度が設けられていますので学科に受かった方は例えば実技同時合格しなかったとしても学科の合格はそのまま有効で次に実技だけ受けて今度実技が受かったら前合格していた学科と今回合格した実技と合わせて資格が取れるそういう流れになっています。 ただ実技試験の中の論述試験と面接試験はこれ両方同時に同じタイミングに合格していないと実技の合格になりませんのでご注意ください。キャリアコンンサルルタントのの試験で特徴的なのは面接ロールプレイ口頭諮問という科目かと思います。20分間の試験時間の中で実際に「ロールプレイ」が15分「口頭指問5分と書かれています。 ロールプレイというのは目の前に相談者役の方がいらっしゃって実際に相談業務を15分間やってみせるという試験です目の前に試験監督がいてそして相談をする役割の方がいてそうした中でロールプレイを実際にやってみる相談業務を見せるという試験になっています。 さあちょっとこれ心配かなって思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども養成講座の中でしっかりと勉強していきますのでそこは今の段階では特に心配しなくて大丈夫ですよちょっと先進みますね試験日程のご案内年3回試験がありますよというふうにお伝えしました通常なんですけれども11月、3月、そして6月、7月ぐらいのね年3回行われていますそして 今からこの先の試験の日程で、第21回試験が11月に行われます。で、この試験は、実務経験がある方は、そのまま養成講座を受けずに受験が可能です。このキャリアコンサルタントの養成講座というのは、実務経験がない方がこの講座を修了することによって受験資格を得られるという性質の講座です。 逆に実務経験相談実務の経験が3年以上ある方は養成講座を受けなくてもこの11月の試験にチャレンジできますその場合は試験対策講座は受けていただいた方が合格率高くなるかなと思いますので後ほどご案内はしていきますそして8、9、10月生での受講を検討されていらっしゃる方の目標となる試験は第22回です 2023年の1月の6日から申請が、あごめんなさい1月の6日に申請締め切りで学科試験が2023年の3月の5日、そして面接試験が2023年の3月の11、12、18、19のいずれかということになります。このいずれかという面接の日程はご自身では選べませんので。 先々この面接試験のスケジュール感も頭に入れていただきながらご自身の受講の検討をしていただくと良いと思いますでも今からチャレンジされても来年の4月にはキャリアコンサルタントの試験に合格しているそんなスケジュール感でいきますのでチャレンジぜひしていただきたいなと思います気になる合格率のご案内ですまず学科試験の合格率です 直近第19回の試験結果が発表されたところまで第1回からすべてここに記載しています折れ線グラフを見ていただくのが効、ね、果確率、ね、分かりやすいところではありますで一番直近で61.6%このパーセンテージは、まあ、上下はありますがまあ、60%を超えるところで安定してきているかなと いうところですね第四回と第九回の試験が難しくて20%台30%台でしたが最近の傾向を見るとおそらく60%前後で合格率推移するのではないかなという予想をしていますでは実技どうだろうと実技試験の合格率です実技試験の合格率は 第十九回、六十一点一パーセント。学科試験とあまり変わらない水準60、六十パーセントを超えていますね。そして、実技試験の合格率は、特段低い回というのはないですね。第六十パーセント以上ぐらいで推移をしているということです。逆に、実技試験というのはあの、小手先のテクニックとか、直前の詰め込みで。 できるものではないので養成講座でじっくり毎回ちゃんと学びながら着実に力をつけていくことが有効だと言えると思いますしっかり勉強していくことで6割以上の合格率でですすよとということです、はい、そしてこの学科と実技を合わせた1回で合格したという一発の合格者の方の合格率 今、48. 点数パーセント、まあ50パーセント近くの方が一発で学科と実技両方合格されている。それがこの合格率のデータです。どうでしょうね。あの、まあ国家試験としては非常に合格率高いと言えるんですよね。これね。で、民間の試験が国家資格に変わって。 最初のうちというのは合格率高めなんですけれども徐々に合格率が下がって難易度が上がっていくというのが、まあ、これまでの他の試験でで見られた傾向ですでキャリアコンサルタントの試験もいつ難易度が上がって合格率低くなるんだろうって私たちも心配しながら推移を見守っているんですけれども今のところですね一発合格50%ぐらいで推移をしています。 そして先ほどご案内しましたが今厚生労働省がキャリアコンサルタントの10万人養成計画を打ち出していて2025年度末までに10万人まずは人数を増やさないとこの変動する社会に追いついていかないというまあ方策、ね、を出していますので、まあ、受けて試験を受けるのであれば早めをおすすめしたいと思います。 だんだん時期が遅くなっていけばいくほど、もしかすると難易度が上がっていく可能性もあるかもしれません。これはちょっとわからないですけれどもね。はい、というところで、はい、この後はレッグのキャリアコンサルタントの養成講座のご案内、特徴なども含めてご紹介していきたいと思います。まずレッグのキャリアコンサルタント養成講座は厚生労働大臣認定の講習です。 講習終了によって、皆さん国家試験の受験資格を得ることができます。それから、専門実践教育訓練給付の対象講座でもあります。講習終了により、皆さんにお支払いいただいた受講料の50%が、ね。あの戻ってくるとさらに資格取得等、これって一発合格、ね、皆さんが11月の試験であごめんなさい。3月の試験で一発合格したら20%の追加給付がありますよと。 いう制度が使えます注意点としては受講開始日これ毎月の1日の1ヶ月前までのハローワークの手続きが必要となりますこの各月1日というのは8月生であれば受講開始日は8月1日 9月生なら9月1日、10月生は10月1日が受講開始日になりますのでご注意ください。ここは実際に皆さんが通学の講座や zoom の講座を始める講義の1日目ではありません。必ず1日になっていますのでご注意ください。はい、そしてこのえ認定。 を受けている講座ってどういうことかと言いますと一定の合格率や修了率などの基準を満たした講座のみが厚生労働大臣認定の講習になれますし指定を受けることができるんですつまり講座の質が認められた証と言えますのでどうぞご安心してお申し込みくださいはい続きましてカリキュラムご説明していきましょう カリキュラムですが知識編通信ご自宅で学習いただくものが65時間と実践編通学オンラインズーム通学とオンラインはどちらかお好きなコースを選ぶことができるこれは講義や演習なども含めまして時間12日間日で,合,計90時間です合わせて155時間のカリキュラムとなっています。 このカリキュラムに組み込まれている内容は厚生労働大臣認定の講習ですから当然厚生労働大臣の指定する項目を入れていますし厚生労働大臣の OK を取っている内容です。そしてこの知識編と実践編両方終了して初めてキャリアコンサルタント養成講座終了と認められて 一番右側に出ているこのキャリコン養成講座修了証、この修了証が皆さんが受験をする時の受験申請の際に必要な書類ということになります。はい、キャリアコンサルタント養成講座レックの講座の特徴ですけれども、実践編は通学クラスとオンライン、ズームクラスのいずれかを選ぶことができます。そして、 学びやすさ抜群振替りり制度がねあるんですよで振替は無料ですし全国のどこの本校でもお手続きもできますまた通学講座で全国どこの通学講座を受講することもできます今はまたコロナでなかなか移動するのが以前と比べると活発ではないですが例えば あの関西にいらっしゃる方がお住まいで関西で講座を受けていらっしゃる方がたまたま東京に出張するので東京のクラスでちょうど養成講座をやっているのでそちらに振り返したいというのもオッケーなんです、ね。全国どこでもオッケー。ただクラスの定員制限最大20名というのがありますのでそれを超えない範囲でということはご了承ください。それから。 次の期への振り替えが可能と書いてあります。皆さんがご受講をもし八九十月生でされた場合には、もしもそこだけで受講しきれないという場合、その次の期としては十二月一月二月生というねあのタームを考えています。ですのでそこへの振り替えもできますよということです。ただし 専門実践教育訓練給付ご利用の方についてはスタートをしてからいつまでに終わらなければいけないという期限が5か月と定められていますので例えば8月で申し込んだ方が2月のクラスとかで終了できるかというと専門実践教育訓練給付の対象からは外れる可能性がほぼですね。 あのそこまで５ヶ月間の中で終了するっていうタームの中に入ってこないのでここもご注意いただきたいところではあります。はいそれから次書かれているのがまた大きな特徴なんです。通学クラスとオンラインクラスどちらかを選択していただくんですが、通学クラスとオンラインクラスの間での振り替えもできます。これなかなかあの。 やっているところ少ないというふうに聞いてますけれども通学クラスで申し込んだ方がどうしても今日はオンライン今日はと言いますか次の次はオンラインにしたいというような場合もちろん振り返って続きの期限もありますけれども空いていればオンラインズームクラスに振り返ることもできますまたいつもはオンラインズームクラスで勉強しているんだけれども通学クラスに出られるタイミングでねあの例えばたまには 実際にこうクラスメートと会って、ね、話をしたいであったり生の講義を聞きたいという場合には通学クラスに振り返っていただくことも可能です。いずれも定員を超えない範囲でそれから振り替え期限の,、ね、あの直前とか今日いきなりっていうのはできないですけれども振り替え期限の中ではそのような対応も可能としています。これ大きな特徴です。はい、そしてて、講師について 講師は実務家が中心です。まあ、臨床心理師や精神保険福祉士などの専門家の方もいらっしゃいます。また社会保険労務士とか、ね、様々なあの私業の方もいらっしゃいます。現場経験豊富な方々ですので、現場でキャリアコンサルタントがどんな相談を受けていて、どんなことをあの日々、ね、仕事としてやっているのか、そういうことも体験として経験としてお話を聞く機会がたくさんあります。 それから受講生です。受講生本当に今あの多様なんですが、最近増えてきているのが企業にお勤めの方ですね。もうね、あのお勤めの方で人事部だけではなくて、さまざまな部署の方がいらっしゃいます。で、例えば企業の中で人事部に移動したいっていう方であったりとか、企業の中でマネジメント業務をしていてそこに役立てたい。それからこの先何か自分ができることを増やしていきたい。 例えば副業をやっていくだったりセカンドキャリアを考えているだったり早期退職をして何か仕事をしていくとかそういう方もご自身のスキルをつけていくために申し込んでいらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。でキャリアの支援分野が専門でない方ももちろん多くいらっしゃいますのでキャリアについて勉強したかしないかは全く気にしなくて大丈夫です。そしして男女,男女比ほぼ半々ぐらいでしょうかね 年齢の中心層まあ40代と書きましたが最近30代の方結構多くなってきていて若めの方が増えているかなという印象ではありますただ20代の大学生の方から60代まで幅広い年代層の方が勉強していただいていますはい、受講環境ですレックの各本校というのは駅前の通学しやすい立地にありますこれも大きなメリットですよね そしてやむを得ない場合が振替受講できるというのは先ほどご案内したところです。そして何より受講料がとてもあのリーズナブルに抑えられています。全国規模での実施によるスケールメリットを口座価格に反映しています。一般価格三十万二千五百円で税込みです。テキスト代も入っています。これ以外に費用をいただいてません。入学金などの追加費用もありません。 逆に各種の割引制度を設けています。で、ここでですね、あのレックの講座がなんで他の団体さんと比べてですね安めなんですかっていうことをよく聞かれます。で、スケールメリットがあるからですっていうふうにご案内しているんですが、具体的にはまず会場費ですね。レックの本校がありますのでキャリアコンサルタント養成講座はレックの本校を使ってやっています。そうすると外部会場を借りる費用がかかりません。 また広告ですとかインターネットに掲載するとか広報関係の経費については他の試験と合わせてレック全体としてやっていますのでキャリアコンサルタント独自でそこの経費を特に使うということがなくてまさにスケールメリットを生かしてその分受講料に還元をしていて皆さんに受けていただきやすい金額になっているということです。 そしてこのパワーポイントの一番下40年以上の受験指導実績を生かした試験対策講座を実施しているというところも大きな特徴です、ね、これまで40年以上さまざまな難関試験種と言われる試験の対策講座をやってきて多くの方を合格に導いているレックだからこその試験対策講座を行っていますノウハウですとかこれまでの知見を継ぎ込んだ講座を行っています ので,あのぜひです、ね、この後少し試験対策講座をご案内していきますけれども実務経験験でで受受けける方方はは試験対策は受けていいいたただが良いですちょっとご案内していきますとこれ参考までに学科対策ウェブで行っている講座も学科特訓ゼミゼミというまあ基本的なところから勉強していきましょうっていうものから過去問について学ぶものそれから よく出てくる資料とか統計、あの白書などについての講座もあります。そして面接の対策講座、これもウェブで行ってます。面接合格についてもどのようにロールプレイを進めたらよいかという講義もありますし、実際にオンラインオンラインを使って面接をやってみるという講座もご用意しています。はい、そして。 養成講座をまあ受ける方、また実務経験で受ける方もなんですけれども、通学の試験対策講座もご用意しています。面接対策講座。うありますので、はい、あのご参考にしていただきたいと思います。そして、今ここに出ているのが学科試験の対策の書籍です。合格の取説というレックが出している取説シリーズの中のキャリアコンサルタントのものです。 まさにレックの40年以上のノウハウを生かした構成になっています。レック独自の試験の分類法で学習効率を上げていたりとか、重要資料や白書などは QR コードをつけています。で、このレック専任講師の小沢幸一先生は100以上を100以上の資格。 133ってお聞きしたんですが133の資格を持ってらっしゃってそこでの試験対策についてどうやったら効率的に効果的に合格率を上げて一発合格できるかこのノウハウ大変多く持ってらっしゃる先生が作った問題集です。ですので出題論点をしっかり押さえて問題の解き方についてのアプローチもご提案をしています。こ、はい、このようなところで 皆さんぜひねあの試験対策講座の方も養、ね、成講座終了した後で試験の出願をしてから試験までが結構間が空くんですよ。そうすると養成講座で勉強してせっかくこう身につけた知識が試験までの間に抜け落ちていってしがしまったりとか力が落ちてしまうっていうお悩みもよくお聞きします。 そういう時にこの試験対策講座お役立ていただけたら良いかなと思いますただもちろん試験対策講座を受けなくても養成講座受講だけで合格している方も大勢いらっしゃいます、はい、ということでちょっとパワーポイント次行きましょうはい今度はこれもよくご質問としていただくんですが合格後のサポートで NPO 障害学習というまさに 障害学習リカレント教育の団体がありますので簡単にご案内をしていきたいと思います合格後のサポート NPO 障害学習ですレックグループの NPO 障害学習が皆様のキャリア形成にお役に立つ情報やコンテンツを提供していますでオンラインを使って毎月1回なんですけれどもセミナーの配信をしたりオンラインサロンで双方向で あの集まった方々が自由にお話しいただける講師の先生方にも質問ができるようなサロンも設けていますそして講座の,あの受講料の割引制度があったりまた赤字で書いてますけれどもパートナー講師といいまして NPO 障害学習に登録されている方の中から例えば「あの。 何かしらのお仕事が発生したときに講師として入っていただくためのパートナー講師を募集していたり採用情報があったりしますのでそれを提供していますまた公共事業のキャリアコンサルタント募集情報も配信をしていますそしてキャリアコンサルタントの交流会を行っています8、9、10月生の目標試験合格後の 来年ですね、2023年の7月頃を実施しています。オンラインで全国規模でやる予定です。専門家の先生方の講義を聞いたり、オンラインでのグループ懇親会も行っています。まあ、先輩のキャリコンたちの仕事の獲得方法とか、キャリアの広げ方などなど、皆さんのお役に立つ情報が手に入る、そのような交流会です。コロナ拡大前は集合形式でやっていました。 今コロナの状況この先どうなるかちょっと見通せないところがありますけれども感染が収まって集合で皆さん集まってできる時が来たら集合で集合形式で交流会は行っていきたいと思っています登録についてはまた改めて皆さんにもご案内をさせていただきたいと思っていますはいでは キャリアコンサルタント養成講座の方にお話戻していきまして、スケジュールと受講料のご案内に入っていきます。2022年8月、9月、10月生2023年3月試験向けのキャリアコンサルタント養成講座ですけれども、はい、あの詳しいところにつきましては、先ほど冒頭にちょっとご覧いただきました。 これですねキャリアコンサルタント養成講座受講料スケジュールのご案内をご覧いただきたいんですけれどもちょっと簡潔にお話だけしておきますと開講予定全国31クラスありますそのうち10クラスは Zoom による実施です受講料です一般価格30万2500円これ税込みテキスト代込み他にお金いただきませんというお話はしましたそして各種割引制度があります 詳しいことは本校スタッフに、ね、お尋ねくださいあるいはコールセンターにご連絡をお願いいたします専門実践教育訓練給付制度のご利用で受講料の最大70%が戻ってきますこれは講習終了プラス一発合格ということですこの制度を使うためには受講開始日毎月1日の1ヶ月前までのハローワークの手続きが必須となっていますということで、はい、もう一度 こちらのキャリアコンサルタント養成講座受講料スケジュールのご案内に戻りますまずこの表紙に開講予定の31クラスすべてが記載されていますよ、はい、で、この下見ていただきますと、はい、価格が書かれていますこの受講料なんですがお申し込みの時期によって 変わってきます早くお申し込みいただきますとそれだけ割安で受講することができますそしてちょっと1ページめくりますね1ページめくりますとここに割引制度のご案内があります r ックではさまざまな割引制度を設けていますまず一番上ですが資格説明会参加予約割引今日この説明会を聞いていただいている ねこの説明会の視聴をしていただいている方については予約をしていただいてお申し込みいただいた場合には1万円の割引をさせていただいていますまたそれ以外にもレックの他の試験の受講生の方ですとかあとはハローワークの職員の方 専門職や修行に今ついいてらっしゃる方そしてパパママ応援割引、ね、あの最近子育て中の方女性の場合ですと産休育休など男性でも育休の方受講されてますけれどもパパママ応援割引ということで割引適用してます。 それから学生の方学卒でまだ就労してない方の応援のためという意味でも割引制度も設けていますので皆さんご自身が当てはまる割引があるかどうかご確認くださいご不明なところがあれば本校スタッフの方で確認をさせていただきますのでねお知らせくださいそしてちょっとお隣のページ行きますとはいこれが 具体的なそれぞれの学校での実施のスケジュールになります。例えばということで少しアップにしてみますとね、はい、通学編は七点五時間かける十二日間ですとお話ししましたが、具体的に十二日間いつやるのかというスケジュールが出ています。三十一クラス分全部この冊子に書かれていますので。 こちらでご自身がどのクラスで申し込むかなということをご検討いただくことができますオンラインズームクラスは後ろの方に記載がありますよそして12日間なんですけれどもその12日間を2つに分けて7.5時間なので3.5時間と4時間という分け方をしていますけれども1週間に2回その代わり勉強をする。 ね、だから回数に直すと合計24回で終了するクラスもオンラインで設けていますはい、皆さんそれぞれのご事情がいろいろあるかと思いますのでこのスケジュール冊子ねスケジュールこのご案内ですね受講料スケジュールのご案内をご覧いただきましてプランニングをしていただきたいなと思っていますはい、そしてもう一つ これも冒頭にご覧いただきましたレックキャリアコンサルタント養成講座のパンフレットですで、このパンフレットにまず一番上に厚生労働大臣認定って書いてありますねこの講座を修了することで国家試験が受験できますよということですそれから皆さんが試験に合格して資格を取った後のサポートの団体として NPO 障害学習のご案内も載っていますそれから このここのあの紫の枠ですね。受講料の最大70%まで支給されますよ。という専門実践教育訓練給付のことも書かれています。はい、今日の説明会でご案内したこと、パンフレットの中にも書かれていますので、こちらもご参考にしていただきながら。 皆さんのこの先のキャリアコンサルタント養成講座の受講の検討につなげていただければなというふうに思っていますはい、そしてはい最後になんですけれどもキャリアコンサルタントの資格取得やその勉強の過程でですね得た学びを生かして自身のキャリアに彩りをつけて活躍しませんかというのが私からのメッセージです 皆さんあのやはり社会が大きく変動している時ですのでまず皆さん自身が自分のキャリアをどうやって作っていこうかなここを考えていただけたら良いかなそれが皆さんの武器になるかなと私は思っています。資格を取るるることで皆さん自身のののキャリアが彩りのあるものになるそして 皆さんがもしもキャリアコンサルタントとしてお仕事をされた場合皆さんがサポートされた相手の方がより良いキャリアを作っていくその方のキャリアにも彩りを添えることができるキャリアコンンサルタントってそういういお仕事ですですのでぜひ皆さんキャリアコンサルタント養成講座の受講をしていただいて一緒にキャリアコンサルタントとして学び仕事をしていく。 そしてキャリアコンサルタントが社会に広まって活躍するそんな舞台を作っていきましょう。それでは皆さんのレックキャリアコンサルタント養成講座の受講をお待ちしています。本日はありがとうございました。